こんにちは、海蔵です。今日はイラストレーターに質問をいただきましたので回答していきたいと思います。CS6 で文字にぼかしの処理をしたいという質問をいただきました。ありがとうございます。ぼかしっていうのはドロップシャドウとは違って、文字全体からぶわってこう影みたいになるようなイメージの処理ですね。ドロップシャドウはアピアランスとかで普通にあります。このアピアランスでスタイライズのドロップシャドウっていうのがあります。これではなくて全体にぼやっとした影をつけたいということです。ではやっていきましょう。普通に文字ツールで文字を打ちました。黒い塗りで線がなしっていう文字ですね。今回はですね、さっきもちょっと言いましたけどアピアランスを使っていきます。アピアランスっていうのはこういうパレットなんですけども、ウィンドウの中にあるのでツールを出してアピアランスをパレットを使います。アピアランスっていうのはいろんな効果が作れるんですけど、最もポイントとなるのは文字とかそのオブジェクトの階層レイヤーを作れるんですね。例えば普通にアピアランスを使わずに文字のカラーをですね、今黒い塗りで線がないんですけど、線を適当に赤い線をつけたとしますね。これで赤い線をすごい太くしてみます。線のパレットで3ミリとかするとこういう風に文字の縁にそのまま線がついてしまうので、内側に文字の内側に太ってしまうんですね。文字が潰れてしまいます、この設定でやると。こういう風にしないためにアピアランスを使うといいんですけども、ちょっとこの線一旦なしにします。線なしにして普通に戻しました。それでこういう風にならないためにどうするかっていうと、アピアランスで階層を作ります。ではどうするかというと、アピアランスのこの横の三角、ここに新規塗りを追加、新規線を追加っていうところがあるんですね。そうすると独立した線、独立した塗りっていうのが作れるようになります。では、新規線を追加で線を追加します。するとこのアピアランスのところに線出てきました。これでここに塗りを何か青っぽいをつけます。そしてさっきのように線幅を太くしてみます。するとさっきみたいになるじゃないかってね、思われると思うんですけど、3ミリしました。こういう風になってる理由っていうのは、今作った線が一番上にあるからなんですね。この線を下に持っていきます。ドゥドゥドゥって塗りの下まで持っていきます。そして今塗りはなしになってます。ここでするとで塗りを今適当につけると、はい、こういう風に、塗りは塗りで単独で上にいて、線は線で下にいるので文字が潰れません。はい、でこのように線を単独で今青いの3ミリつけてますが、ぼかしの処理をしていきます。このアピアランスで増やした線のレイヤーに効果をつけていきます。今回は効果のとこのぼかしっていうのがあって、この中でいろいろあるんですけど、ぼかしカッコガウスを使います。でプレビューをチェックしてぼかし具合、半径を変えていきます。こういう風にで適当にこれぐらいがいいなっていうぐらいで、まあ30ピクセルぐらいかなと思ったら OK します。ちょっとこの色が変なのでアピアランスの塗りのところで赤にしてたんですけど白にしてみますね。はい、こういう感じで文字を何個もオブジェクト重ねなくても1個のオブジェクト、文字のオブジェクトに効果シャドウとかをつけることができます。でちなみにこの効果も満足のいく効果をより出したい場合は、透明パレットのここにフォトショップのいろいろ効果、定山とかそういうのがあるように、透明でそういうことができます。定山にするとこうベタッと重なってくれるし、あ、こっち今ごめんなさい、塗りにやっちゃいました。塗りじゃなくて線の方に効果、定山とかスクリーンとかオーバーレイとかいろいろと感じが違うんですね。こういうのを使うと
また細かな設定ができます。ここは冗談にして、でぼかしのガウスも後でこのアピアランスのところのぼかしとこうクリックすればやり直すことができます。もっとこう狭い感じにしようかなと、狭い感じにして透明のところでちょっといじってみるとかね。透明のところにはこういう効果もあるんですけど、不透明度っていうのがありますね。これでさっきのぼかしを狭くしたのできついなとか思ったら、この不透明度のところを下げる50とかにすると薄くなってくれます。ぼかしの幅は狭めたいんだけどちょっと色がきつい、もうちょっと自然に背景になじませたいとかっていう場合はこの透明の不透明度を変えてみるのもいいと思います。はい、こんな感じでした。答えになっていたでしょうか。お役に立てたらとても嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。何か質問があったらぜひコメント欄でいただけると私の答えられる範囲であれば答えますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。みぞおでした。